はいどうもこんにちは、岩下スティーブンです。おそらくこの動画が僕の中では平成最後のものになると思います。もうせっかくだからここつけとこう、つけとこう。明るいね。もう明るいけど端っこだからね、何のこっちゃわかんねえや。いや待てよ、もしかしたらこれ編集の量によっては令和最初の動画になってるかもしんないよな。よし、もう一パターン撮っておこう。これが令和最初の動画になります。いやーめでたいね。ちょっとこっちつけとこう、令和だからね。明るいね。もう明るいけど何のこっちゃあかんねえや。そんなことやりつつ今回はこちらと、4月分の彫像稼働購入アンケート本体編で第1位となりましたジャンピエロさんなんですけど、まあなかなか日が空いちゃったね。もうギリギリっていうか、もしかしたらこれ超えてるかもしんないけど、今回は1位となったこの人の紹介です。5月からまたアンケートやるのか、それとも4月に出たアンケートにのっとって順番にまたいろいろ買っていくのか、ちょっとまた考えとく。というわけでポルナレフ、名乗らせていただこう。ジャンピエール・ポルナレフ、ジョジョの奇妙な冒険第3部スターダストクルセイダースのにぎやかなメンバー。ポルナレフで発光の裏、いろんなポーズが取れるよっていうのはいつも通りなんだけど、この下のところが他と全然違うね。初期だからいろいろ試行錯誤とかしてたのかな。そしてポルナレフといえばのこれもできるんですね。すごいな。開ける前になんだけど、今回の動画、この動画を見てるということはあなた覚悟してきてる人ですよねってことで、まだ第3部読んでないよ、見てないよっていう人からしたらちょっとネタバレになるかもしんないし、ちょっと他の部でも若干ネタバレはどうしてもこれ挟まなきゃいけない部分があるから、どの部とは言わないけどネタバレが嫌だっていう人はこっから先はちょっと見ない方がいいかもしんない。まあ大体大丈夫だとは思うんだけどね。よいしょ、ほら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 、ゲッダン、いつもの大説明書。さあというわけで中身なんだけど、特にねこれ多分手と顔以外の付属品入ってないっぽいね。よいしょ、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10 個も入ってるわ。チョップみたいな手だったりピースだったり、ほんと手首がやたら充実してる。そして顔の差し替え、お顔の方はちょっと怒ったような叫び顔と、こっちの方はなんだろう、悔しいとかなんか困惑したような顔かな。しかし横から見るとすごい、ほんとなんか電柱みたいな頭だよね。やっぱり髪の毛の方もスミレっぽいのもされてるから、なんとなく毛の流れはわかるね。頭頂部、わーこれはちょっと、これあれだな、苦手な人は苦手なやつだ。耳にはハートが割れたようなピアスがついてます。表情の差し替えはこの2種類。そんなわけで付属品はもう手と表情しかないんで、もう本体の方を見ていきましょう。それじゃあ行きましょう。ポル！ガル！全体的な色合いはシックというか、まあほぼグレーと黒っていう感じで、色合い的には普通なんだけど、この上に来ているこれの形状がかなり特殊。とりあえずお顔の方から見ていきましょう。まあこのポルナレフはね、割と最初期というか彫像稼働シリーズの中ではミスターが嫌がれ4本目、第4弾としてこのポルナレフが出てきたらしいんだけど、初期だからやっぱりちょっと顔が小さいね。割とボリュームのあるマッチョ感で、なおかつボディの方に施されている塗装がなんかちょっとこんがりした感じになっているのに対して、顔の塗装がねちょっと色白な感じになっちゃってるから、そこの色の差もあって若干お顔の方が浮いてる気がする。まあとは言っても造形だけで言ったらかなりポルナレフだよね。眉毛がなくてちょっと眉間にしわ寄ってる感じだとか。さあそんなご立派な頭の角、上の方がグッと、ああ首含めてこんぐらいだ。頭とここの首の付け根のところも動くんだけど、ポルナレフね襟足がすごく長いから割とガッツリ干渉しちゃうね。下向く角はグッと、あこっちのは割と動いてくれるわ。頭プラス首の可動のおかげでだいぶ助かってる。そしてボディの方、これなんて服なんだろう。胸から上のあたりまで布で隠されていて、左肩の方にサスペンダー的な感じでぐるっと後ろに回ってって、でこれ後ろの方に繋がってると。現実でもこういうファッションあんのかな。服のあたりのシワいいね。お腹の方も腹筋の形がくっきり浮き出るぐらい。ぐるっと回って背中の方、ここら辺のシワもいいな。シワの造形いいんだけど、なんかちょっと筋肉造形に若干の違和感があって、胸筋のボリュームがあるのはいいんだけど、なんかこの辺に不自然に段差がついてたり、背筋のここの辺りもなんか不自然な段差がついてんだよね。丈太郎とかだとここの背中のところがなんか別パーツになってて、そのおかげで肩の方が前後に動かせるみたいな可動があるんだけど、もしかしたらその素体を使ってるからこうなってんのかもね。腕の可動上に上げるとグッと、これが限界だな。45度ぐらい、水平まではまあいかないね。この肩のところがねもろに干渉しちゃうから、
からあんま動かないね。一応肩の方はねこうやってぐるっと回るロールはあるんだけど、ロールでどの方向に回してもねなかなかねこの腕を真横にするっていうのが難しい構造になってる。そして肩と二の腕のところ、多分今の技術の彫像稼働で出したらここのところにロールはついてると思うんだけど、特に肩と二の腕のロールっぽいのはなし。肘の稼働はぐんぐんと、だいたい90度ぐらい。腕に巻かれてる布の質感がいいね。シワの造形もしっかり入ってるし、なんかこう布の繊維感というか質感が出てる。手首の方は特に干渉するもんがないからグリングリン動いてくれる。胴体の稼働、胸から上のところがボールジョイントで腰のあたりが軸稼働。のけぞる稼働はグッド。通常より若干反るぐらいが限界だな。でうつむく稼働はグッド。うつむくのはほどほどに動いてくれる。腰の方は軸回転。造形の都合でぐるっと一周回るような稼働はちょっと難しいね。下半身の方、これなんだろう、ベルトというかなんか赤いボタンみたいなのがついてるね。後ろの方にくるっと回るとなんか物を入れてんのかな、小さいポーチみたいなのがついてる。腰の方はボールジョイント稼働ではなくて、丈太郎たちと同じくいろんな軸稼働で動くようになってます。ここの足の付け根のところを使って足の方を上にグッと。足の方はえらい動いてくれんだよね。股割りの方もグッと。腰のところがこうなんか丸が2つ合わさったような形の構造になってるから、上下の動きがすごくスムーズだし、なおかつ可動範囲も割と広い。そしてももの付け根のあたりにちょっと固めだけどね、軸回転の可動があります。あーこれ個体差だな。僕が今回買ったやつ塗装がちょっと剥げちゃって、なんか布が破けてるように見えちゃう。ズボンのシワの造形がねまあ素晴らしいんだよ。なんかいかにもジョジョっぽいというか、ここの足首のあたりでキュッとまとまってるあたりなんかもほんとなんか原作っぽいし、ちょっとカメラでは見えにくいかもしんないけど、ズボンの横んところにねちゃんと縫い目っぽい造形が施されてるんですよ。いいね、この辺なかなかリアルだな。さあそんなお膝の可動の方はぐんぐん。こっちの方は90度以上動いてくれる。足首のところで布がキュッとなってて、靴の方も灰色だね。可動の方は上下とつま先がちょっと動く。で足の裏の方は特に何も造形はなし。というわけでポルナルフの稼働こんなところなんで、いろいろポーズつけて遊んでいきましょう。とりあえずまず改めて自己紹介から。ポルナルフ名乗らせていただこう。ジャンピエール・ポルナレフ。メルシー、僕自己紹介恐縮の痛い。ただ本来はこのポーズ頬に手をピタッと当てているんだけど、やっぱねこれ稼働の関係でこれが限界。空中に浮いて寝たままの姿勢でブラボー、オフブラボー。実際は感覚の目ってやつで見ると下からチャリオッツが持ち上げてくれてるだけなんだけどね。一応お顔の方はこれ叫び顔にしてるんだけど、逆さまにしとくとなんか笑ってるように見えなくもない。お次はこちらのスタチューレジェンドでも使われている、多分ポルナレフのジョジョ立ち的なやつ。俺のヘアスタイルはサイドもてっぺんもフラットなんだぜと言わんばかりのポーズ。多分違うけど、インドに着いた直後カフェだかレストランのトイレに入って便器の中に豚がいてびっくりした時のポルナレフ。ポルナレフといえばやっぱトイレ。トイレでちょいちょいひどい目に遭うからね。お次はこちらジェイガイル戦での指差しポーズ。ポルナレフの妹のシェリーを殺したスタンド使い。最初の頃は正体が不明で両手が右手の男っていう扱いになってたけど、その両手が右手であるジェイガイルとの戦いのシーンなんだけど、今これフィギュアではちゃんとした状態にしてるけど、原作の漫画ではよりによってここでかっていう作画ミスがあったんですよ。右手で指を指して左手の方はこうグッと握っていたんだけど、ちょっとデカめのジョジョニウムっていうやつではもうすでに修正はされてるんだけど、結構長い期間単行本ではポルナレフの左手が右手になっちゃってたんですよね。まさかって感じだけど、ポルナレフ自体が両手とも右手の男になってしまっていたというね。会話ができない水中でも大丈夫、ポルナレフによるハンドシグナル講座。パンツー丸見え、イエーイからのピシガシグッグ。3分中でも屈指の謎シーン。この2人の謎の動きもいいけど、こっちの端っこの方で何も言わずただ見てるだけのジョータロもまたいい味出してる。ただ漫画だとこの1個の動きでピシガシグッグ全部書かれていたから、一体どんな動きすればそんな音出るんだろうなって思ったけど、ちゃんとアニメの方ではその音が鳴る工程みたいなのを動きで表してくれてたからね。あと他のメンバーで言ったらイギーと戯れてみたりね。ポルナルフ頭がフラットだから上に乗っかりやすいね。はい、そしてディオとのご対面のシーン。階段が 1,2,3 段しかないけど、一応ディオは階段の上に乗ってます。ディオに階段を2段降りれば、再び私の仲間にしてやろう、逆に死にたければ足を上げて階段を登れと言われて、忙しく階段を登るポルナレフ。しかしディオは奇妙なことを言います。そうかそうかポルナレフ階段を降りたな、
このディオの仲間になりたいというわけだな。不思議、なぜか階段降りちゃってるポルナルフ。負けじと階段を登るポルナルフ。しかしなんか知らんけどまた降りてる。そう、ディオのスタンドはザ・ワールド、時を止める能力を持っているというスタンドでした。ポルナルフが階段登るたびにザ・ワールドで一旦時を止めて、あ、言ってもザ・ワールド射程距離そこまで長くないからディオが直接かな。多分時が動き出す前にこうやってポルナルフ抱えて下ろして、ポンと下の段に設置して、時が動き出す前に急いで戻って、でさっと戻ってポーズを取れば完璧です。あくまで僕の考えだけど、多分こうやってポルナルフを階段から下ろしてたんじゃないかなって思います。ありのまま今起こったことを話すぜ。俺は奴の前で階段を登っていたと思ったらいつの間にか降りていた。何を言ってるか分からないと思うが、俺も何をされたのか分からなかった。頭がどうにかなりそうだった。催眠術だとか超スピードとかそんなチャチなもんじゃ断じてねえ。もっと恐ろしいものの片鱗を味わったぜ。そして決戦後、空港での別れのシーン、3人でこうガシッと肩を抱き合ってね。それじゃあな、しみったれたじいさん、長生きしろよ。そしてそのケチな孫よ、俺のこと忘れるなよ。また会おう。わしのことが嫌いじゃなけりゃな、まぬけずら。忘れたくてもそんなキャラクターしてねえぜ。てめえはよ、元気でな。このシーンで丈太郎の目がちょっと涙で潤んでるのがまたいいんだよね。さあ、そしてこの人も呼んできました。はーい、ゴブナレフです。姿変わっちゃったけど同じ人だからね。ちょっと車椅子から下ろすか。はい、二人を並べてみました。あ、やっぱりあれだね、元々のスケール感が違うからゴブナレフの方がちょっと背高めだわ。顔の大きさも全然違うね。スケール感の違い抜きにしても、三部と比べて五部のポルナレフはこうだいぶ腕とかいろんな部分が細っそりしちゃって、圧倒的に筋肉量が比べてみると全然違うね。足の方もだいぶ細いを通り越してなんかちょっとメカメカしくなっちゃってるもんね。まあいろんな部分は変わったけど、ハートが割れたようなピアスしてるってのは相変わらずなんだね。ちなみに3部のポルナレフも車椅子に乗っけることはできます。未来の自分に車椅子を押してもらってもなんか変な気分だな。今3部のチャリオッツはちょっと持ってないんで、5部チャリオッツをお借りして並べてみました。はい、おい、どういうことだ、両足がなくなっちまってるじゃねえかよ。さすがのポルナレフも未来に対してちょっと不安を覚えるでしょうね。これ謎の亀とポルナレフ。はい、というわけで今回はこちら、ジョジョの奇妙な冒険第3部スターダストクルセイダースよりジャンピエール・ポルナレフの肖像画像を紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。まあ肖像画像としては割と最初期に出てきたやつだから、可動面ではちょっと残念な部分もあったけど、豊富な手首の差し替えパーツによりパンツーマルミエのハンドシグナルがしっかり再現できるのも良かったね。あと顔の差し替えパーツも叫んでたり困ってたり、ポルナレフらしい表情豊かな感じでね。あとここにもう一個、なんか笑い顔みたいな、メンバーの中では割とムードメーカーの立ち位置であるポルナレフらしいあの笑顔みたいなのもあったらよかったかな。確かに可動はちょっとアレな部分あったけど、シルエットで見たらなかなかマッチョなポルナレフ感がすごい強いからね。やっぱスタンドの3部のシルバーチャリオッツと一緒に並べたいですね。まあこれね、初期の方の彫像可動を紹介するときに毎回言ってることなんだけど、こうやって最初の頃に出てきたキャラクターって当時としては最新だったりするんだろうけど、今見て現行で出てる他のフィギュアと比べると顔の大きさとかスケール感も割と違ったりするから、肖像可動ビッグじゃない方で改めてだいたいこんぐらいのサイズで現代の技術とかも使ってね、なんかリメイクっぽいのもしてほしいなって思っちゃいますね、やっぱり。そして3部の味方勢に関しては残り1人、本体に関してはモハメド・アブドゥル、あと1人彼が来ればメンバー揃うんでね、もしかしたら近いうちに買ってまた紹介するかもしれません。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。